九段したビルは、東京都千代田区神田神保町三丁目に、かつて存在した雑居ビルである。旧称は、今川工事共同建築。南正吾が設計し、関東大震災の復興助成を受けて1927年に、竣工した大化建築の店舗併用住宅、道順会アパート、復興小学校、西橋などと並び、震災後の東京のランドマークになった。 鉄筋コンクリート作りの中規模ビルディングで1階は路面店舗、2階には商店主の居宅、3階は貸事務所という配置であった。屋上付帯設備を含め地上を4階建てで磁気タイル仕上げとなっていた。これは当時の小規模ビルディングの特徴をよく伝えている。大価建築女性を目的とした公的資金融資の日本初の実施例となった。 復興建築女性株式会社事業に基づき、強小な敷地において、対価建築を実現するのに、最適な方策として、共同建築が推奨された。今川工事共同建築は、その共同建築第一例であり、当地の元社地人であった8人が土地を買い取って、共同建築主となり、女性会社の助言により、店舗と住居のほか、 貸室経営を行うための上階を設ける設計となった。関東大震災で被災した近隣の商店主たちが共同出資して組合を作り、復興女性会社による定義融資を受けて建設された震災復興建築の一つであり、当初は出資額に応じて持ち分が割り振られていた。看板建築の個人商店が立ち並ぶ街を立体化することで、 土地の有効活用や災害体制の強化などを図る、目論みで、同種の企画は他にも建てられていたが、商業施設兼用の復興住宅として、実現に至ったのは球段下ビルだけであった。1935年には、日東太平、東京吹き込み所が置かれ、多くの流行家がここで収録された。また戦後の昭和30年代以降、中根速記学校が、当ビルに、 長らく入居していた。その後3回は区割りされ、賃貸事務所に転用された。このビルに最後まで居住していたのは、画家の大西信幸。解体工事が始まる直前の2011年12月末まで居住していた。公術の展示会も、このビルのことをもっと多くの人に知ってほしいとの思いから大西が企画したものである。都心の超一等地にあるためバブル景記事には、 地上げの格好のターゲットにされ知見が複雑化したが、その後のバブル崩壊によってさたやみになった。補修の手が加えられぬまま外壁の老朽化が進んだため、外壁を白落事故防止用のネットで覆っていた。ただ、老朽化し廃墟の様相を呈した雰囲気が逆に多くの人を引きつけることにもなった。この老朽化した外装とは裏腹に構造体としての鉄筋コンクリートは、 建築当時は主流であった上質なセンサを使っていることもあり、築80年以上を経ても長らく大きな劣化は見られなかった。しかし、2011年3月11日に発生した東日本大震災では、震度5強の揺れにより被災し、耐震性の保障が難しくなったことから、所有者においてビルの維持は難しいとして解体が決定した。2011年9月、 解体工事が開始されるとの告知張り出しと、ビル左約3分の一について養生、足場組み立てが行われた。同月下旬、同部分に限り解体開始。残存部分で営業していた一回テナントも順次、閉店、退去開始。2011年12月、全面解体の見通しの胸が、マスメディアで報じられ、解体を惜しむ声が、ウェブ上に多数上がった。合わせて、 使用可能な居室を使ってのギャラリーとしての展示会が連日開かれていた。そのため通常は立ち入ることができない建物内を一部見学可能にしていた。翌2012年1月には全面的な解体を開始。同年2月上旬には完全に解体され、さらちか85年にわたるビルの歴史を閉じた。 2013年4月、本ビルの跡地を学校法人専修大学が取得した。2020年4月、跡地に2020年、専修大学神田構想振興者が竣工し、運用が開始された。AB、復興建築女性株式会社と共同建築災害教訓の継承に関する、専門調査会報告書1923関東大震災第3編。 内閣府、平成20年3月、地上げ屋は買い上げた部分から解体し始めた都心のビル、最後の住民ニコニコニュース、バイバイ、球団下ビル跡地を取得、先週大学日経不動産マーケット情報、神田構造振興者建設先週大学、大学クラブ、先週大やますことなく、魅力を紹介神田15館紹介リーフレット、毎日新聞、ありがとうございます。